さあ、準決勝も勝ち上がりましたよ。皆さんいかがでしたか？どう？ファンタスティックな勝利が呪文が飛び交う大劇。さっきの戦い、呪文も減ったくれもなかったよ。おい、さっきの戦い、呪文全然なかったぞ。敵チームに。梱包で殴るとか、急速で捨てるとか、吹き矢するとか。ああ、そうだよね。ここで落ちてたらお前何回も言うけど、偉いことになってるぞ。緊張させないでほしいなって。いやー、どうだろう。向こうのパーティー次第だよね。魔法使いと相性いいモンスターで、来る可能性がすごいあるからね。てか、2回戦ガチすぎない？僕個人的に準決勝より2回戦がガチだったんだけど。さあ、決勝戦はどんなパーティー来るかな？はぁ。いやー、まあ、すごいね。全部魔法ちょ、待ってよ、全部魔法じゃねえかよ。もう待って待って、君たち全員魔法じゃん。もう技全部魔法。最後はね、僕が知ってる魔法使いで唯一知ってるパーティーです。ベビーサタンのゴースト。こちらのパーティー、かなり有名ですよ。やってた人は知ってるんだよな、このお供の遺体がどうなるか。相性がめっちゃ発動するの。800上がった。800上がったぞ、おい。そうなんです。こちらのパーティー、かなり大会で見たことあるパーティーですね。現実の大会で、この2体はすごい定番。魔法使いに。これだけは知ってた。消滅手続きやってきましたわ。僕も呪文ばっか、ところで。さあ、完全呪文飛び交う戦いになりそうですね。まず1体目、やることがほぼ決まりました。このパーティーに対して。魔法使いレベル50か。てか、ガチだね。まず1ターン目、マジックバリアを張ります。まず、マジックバリアを張って、魔法攻撃を無効化しまーす。1ターンだけ無効化しよう。てか、パーティー的にもうバレバレなんだもん、先方が。これで後取っていこう。いけ、エア。いいね。いけ、ヨナズンか？しかし、MP が足りない。なんで、しかも避けられる。ヨナズンが避けられた。ヨナズンが避けられたぞ、おい。魔法トーン。いやー、魔法トーンやだなそうだね。ダウンホール。アドが全然取れません、これでは。ちょ、待って待って待って。あんまりアド取れてないんだけど。一旦しのいだだけみたいになってるぞ。まあまあ、このターンの向こうの魔法は全部無効になるんでいいですよ。ただこっちがやったことはメラ一発だけって。メラしただけじゃん。おお、いい。いや、アンクルホーンはね、呪文がとにかく強いんで、嫌だな。まあまあまあ、このターン無効なんですけどね。スペシャルカード何出すの？え？あ！メタプリーマ！あ！いやー、メタパニーマか。はい！踊る宝石。魔法と怖いね。踊る宝石の。魔力上昇。これで味方の魔法が上がる。混乱してますね。ベビーターン。いけ、イオラ。はい。あー、でもあんま効かないのね。魔法トーン。魔力上昇から魔法トーンをするな。アキー。魔力上昇して魔法トーンをするな。バギー、まあ、アンクの方だけが真面目に戦ってんな。いやだ、結構強そう。いや、結構痛いよ。いくか。やっぱ主人公同士って、やっぱつばぜり合いが大事だよね。うわぁ、あ、無理無理無理。もうこれ、やっぱ苦手だわ、自分。
いけ。勝ってんだよな。おい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 、どうしたよ。レンダ弱いなお前。何急にマウント取んねん。急にマウント取るティラス。なぜ勝てたのか分かりません。いやまあ確かに僕ね、スキャバトレはかなり超グレートの連打は取れるけど、そうスキャバトレね、超グレートよく取れるんですよ連打で。それはできるけど、それにしたってなんで勝てたんだ今。それにしたってなんで勝てたのかはよく分かりませんが、まあ 勝ちは勝ちっすよ。もうこれは勝ち確かなと思ったんすよ。あれ？これティラ？俺ティラどうなんのこれ？何もできなくね？ティラ。ティラ呪文封じられてんだけど。このターンね、向こうの攻撃耐えるだけで勝ちですよ。もう向こうが一ターンで1200を削りきれない限りこっちの勝ちです。何をどうしようか勝ちなんですよ。あ、無駄無駄。多分あれですね、基本多分向こうね、つばつり屋に急に対応できなくてさ、連打してないんだよきっと。行け、凍えるように冷たい息を吐く。冷たい息、あ、おイオラズン使わなくてよかったじゃんお前。よーし、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 よーし。よかったー。いや、でもなんか、一番なんか、二回戦が燃えたみたいになってるよ。正直なんか、決勝戦つばぜり合いどうかと思うけど、あれ。なんで勝てたのかよくわかんないんだけど、ほら。クソ負けたか、きっとこい、この人ね、連打できなかったんですよ。多分肉体はなさそうなの。そういう連打できる肉体ないんだよ。連打で圧倒的僕の方が早いですよ。魔法使いの呪文、見当たり的には派手で。そうだね。僕呪文やっぱ大好きや。イオグランテとかさ、ドルマドンとか好きやもん。さあ、これで4つ目も、せやすね。あ、一番いらないやつら。毎回言ってるわ、これ。取るたびに言ってんじゃないかな。あ、一番いらないやつって。ああ、持ってるわ。ラーの鏡。この経験値なんですけど、一回やるとね、二回目以降はできないんで、これで稼ぐってことはできないんですよね。はーい。やったやった。おー、もうこれも出現するんで、やっぱ一つ一つやっていくと出現するんだね。ってことは残されたらあと一つか。あと一つか。わあ、大会してたら8時間も経っちゃったよ。あ、なにママ。下級職の中で正直一番難しいと思ってるんですけど、あと一つ。もうチュートリアルのシャープあれ、いくつかのあれがちょっとあるんで、正直一番辛い下級職になると思ってるんですよね。いやー。じゃあ次回か、そのあたりでね、舞踏家を、ガチパを潰したいと思います。お疲れ様でした。